基本的にこの mRNA の中にポケットを見つけていくというのが我々の特徴の一つです。で、実際に低分子化合物が設計図であるはずの mRNA にポケットがある場合には、そちらの方に低分子が行ってポケットに入り、設計図として働かないようにして、タンパク質ができないようにすることで発症が抑えられるというところです。こういった形で mRNA 上のポケットを狙って低分子薬片を創出して mRNA の働きを止めていく、ここが我々の新しいところでもございます。ちょっとじゃあここから医薬品を我々が作っていく実例をお見せします。最初がですね、我々対象となるメッセンジャー RNA をこれだと定めたものに対して標的となる部署というものを見つけてまいります。その部分というのは部分構造と我々呼びますけれども、ここでは計算化学を使います。なかなか生物学では使われないですね、統計熱力学ですとか遷移状態理論というものを、そのまま理論を持ち込みまして、で、化学者の目線で生物学を研究することを実現したソフトウェアによって、この標的構造を実際に見つけ出すということが計算で行われます。ここちょっとその模式図的に書いておりますが、我々のところは独自のソフトウェアを複数利用した作業がここで行われて、存在確率が高い安定構造、それこそが標的だというところを見つけ出してまいります。まさにその計算化学創薬のとこですね。ありがとうございます。その部分がやっぱりここさらっとは書いてありますけども、ソフトウェアとか特に独壇場なんですよね。そうですね、ありがとうございます。我々自分でソフトウェアを作るだけじゃなくて、その研究者と独自ソフトウェアを作る人の距離が近いというところも特徴で、そういう意味で研究の内容をそのまま生かしたソフトウェアで、ソフトウェアの発展にそのまま生かした実験ということが密接につながっているので、独自ソフトウェアを1回作っただけではなくてですね、もちろんそれも我々自信持ってますけども、それが日々アップデートされて使っていくというのが、おっしゃる通り、もう一つ言いますか、強みの具体的なところです。そうですね、我々VIS という会社の名前、ヴェリタス・イン・シリコでございますけれども、これ意味としては真実を見つけていくということ、コンピューターで見つけていくという意味合いでございます。逆に言うと、コンピューターで全部わかるっていう意味ではないので、我々コンピューターの手助けで実際薬を作ってまいります。実際ここまでは研究コンピューターなんですが、その次のスクリーニングというところは実験で行います。この実験部分については、実際に製薬会社様の化合物ライブラリを用いて、先ほどお話しした計算で見つけてきた標的と本当に結合するのかどうかというのを確かめてまいりますが、それの高速に行う方法を社内で作り出し、さらにそれを解析する方法から統計解析する方法も全部社内のソフトウェアとして用意し、実際のスクリーニングを行います。そうしますと、灰色に示したようなヒットしませんでした、すなわち結合しませんでしたというものに対して、いくつかこう結合しましたというものも見つかってまいりまして、これを評価していくというふうに進めてまいります。で、実際にここで実例としては3万化合物に対してのスクリーニングを行いまして、それで先ほどのスキャッタードプロットといいますか、プロットで示したように561の化合物がまずヒットとして得られました。そこからその実験をですね、繰り返しやる等の検証を進めていきまして、絞り込んで24の化合物がこの場合は好ましい化合物だと、次の評価に進める化合物として得ることができました。実際この24の化合物につきまして、その後細胞実験によってですね、本当にその化合物自体が細胞で設計図に噛んでですね、で、それでタンパク質ができるところを抑えるのかということをこちらで確かめました。化合物をこうかけていきますとですね、それに依存するようにターゲットとなるタンパク質がやはり落ちていくという、こちらウエスタンブロッティングという実験の結果になりますが、確認されたことになります。ここでは3つだけ示していますけれども、これをですね、我々としてはまず1つの目標としてやっているわけなんですが、繰り返しますが、化合物を実際に細胞にかけると生物学的な現象として対象となるタンパク質が減っているというところが示されております。まさにこれはその容量依存性を示したいいデータですね。ありがとうございます。で、もちろんこれと並行しましてですね、我々実際に RNA に対して低分子が結合するかどうか、それを熱量を測定したりですとか、あるいは NMR 等を用いて結合の具合をですね、測定する等をやりまして、さらには核酸薬等で求められている副作用のインシリコの解析も、同時に我々の社内ソフトウェア等を使って進めてまいりまして、実際にこれはという化合物をさらに医薬品に仕立て上げるべく研究を進めていくことになります。